あ？そうじゃん、電話するの？ああ、もうこれもう政治ダメだわ、これもう。もう連れて帰ってあげて。俺が？うん。なあ、何でまた泣いてんだ、お前。あ、あ、また始まりましたよ、これ。それを一回ダメだってんの。絶対壊れてるよ。絶対壊れてる。政治にだけつけ、政治に。え、よっさんもコメントしてる？聞いてるよ。政治にだけつけ、政治に。ハルに抱きつくな、お前。本当に大丈夫だから。政治に抱きつけ、そう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 、それでいいんだよ。なんで泣き出した？もう謝ればもういいから、文ちゃん。ヘラヘラヘラるなよ。な。ああ、優しい、ペリさん。優しい。そう。ちょっと一緒にホテル行きな。俺だって放送しないと会えないの。お前だって放送しなかった。何するつもり？何するつもり？お前がやちょっとキスしてる時に電話しただけだろ。電話してくれたから連絡したんやろ。なんか言ってんやろ。こっちからすることある。あんたが席残ってなくてすることないやろ。で、お前が帰る時にかけ直す。私が悪いやろ。じゃかけ直し。もういいよ。全部私が悪いって言うように。こんなんで持ってきたやろ。かけ直しして。ちょっとやろ。かけ直しして、お前、放送外で会おうとしてきたよな。放送外、うんぬじゃなくて、そもそも電話してるのってもんじゃん。私がさ、電話したらね、この状況でね、めちゃくちゃ困ってる。違う違う違う。俺に会いたいって言ったら、俺放送つけるに決まってるじゃん。彼女いるんだから。そうじゃなくて、放送外で電話してこなかったら、そもそも頼ってないよ。今はね、私がこっちから連絡することあるないでしょ。だからきっかけは俺が心配してかけたんだね。それは嬉しかったからこっちが頼ったんです。うん、で頼ってなんて言ったの？会いたいって言ったんでしょ。会いたいって言ったら俺は放送つけるでしょ。うん、大丈夫でしょ。だから謝罪枠じゃないけどリスナーさんにね俺に会いたいじゃない。リスナー枠でもやって俺に会いたい分かったっけ。会いたいと思ったわけじゃないよ。あ、そうなの。誰でもよかったの。誰でもいいとか会いたいとか言ったことがあって、そんなことしてるのなって思った。俺から聞いてみる。でも会いたいって言ったじゃん、ね、スロットしてたからだから俺はパルに携帯を返すまで暇つぶしてやったよ。うん、あ、カレンに謝ってよ。バレバレ謝ってよ。多分ブーちゃんに対して言ってんじゃない。パルにベタベタしたから謝ったの。とりあえずもう聖地と帰れよお前。分かったブーちゃん。政治かパル、パルはやっぱダメ。カパルってね。あ、これ今回ガチっぽいね、別れたの。まあ、出れ行けって言われた。俺もう来るじゃん、帰るから。ね、うん、心配してくれてありがとう。うん。助かった。こんなことしてる。本当にありがとう。うん。キスとかしたからね。認めなよ。覚えてない。あ、大花火どんちきやりだせ。ナイス。いや、野鳥もしたよ。わかんない、知らない。知らないけど、言われたからマジかってなって。やばいなって。広角レンズがないんですよ。なくした。いや、俺見たもん。怖いじゃないですか。野鳥してるって聞いて。カレンちゃんに貸したんですけど、パルパに渡したって言うんですよ。でもパルパル持ってないんですよ。どこ行ったの俺の広角レンズ。どこ行ったの俺の広角レンズは。おっぱいはないけど。おっぱいはないけど。
あ、セイジがそんなことやったの？酔っ払ってるブーちゃんを見て。アイコがそれをアシスタントしてたの。アシスタントしてたの。抱きついてる時に、うん、アイコがセイジの手を。ああ、やれやれって。覚えてない。それから何も覚えてない。俺には会いたいとか言わないわ、ネタにされるから。分かった、はい、俺も絶対報道つけるから。心配して電話くれなかったら連絡してないから。ああ、そもそも何も分かった、その言い分は分かった。ないまま、何かに連絡するようなことはないよ。でも、気づき上げたものが崩れるのは一瞬だから。隠してる、うん、ファイルから俺の広告連絡あるの？隠してんの？でも隠してるの？タクシー代とか欲しいんだけど。マジで何？もう終電なくなっちゃうよ。お金ないからおろしに行こう。全然お金ないじゃん。お金おろしに。10万ぐらい欲しいんだけど。なん？本当に何でもいい。もうわかんない。もうおかしい。ないの？電池。あ、また泣いた。なんで？だって、俺からしたらお前はお金かネタの利用価値しかない。そこまで厳しく言っても俺にかけてくれない。残してなかった。会いたいとか放送外。自分が頭がかけてない。あ、もう新カップル。あ、ルプレゼントあげて。俺は違う。プレゼントあげて。コンビニは。お金くれるから会いたい。それ言ってないよ。俺言われたんだよ。タイヤグッズ、俺言われたんだよ、ほんとについてきてだって。お金あげる。どこに言われたんだよ。どこに？バグって、バグって、ちょっと待って。コンビニ？どこ？どこ？これ濡れちゃうよ、これ。どこに行くの？どこ行くの？これ誰のこれ？来る？え？俺の。ああ。これ濡れちゃうか、俺入れて、これ。濡れちゃうよ。俺の傘だけどな、ブーちゃん。まあ、自分のように使ってるけど。俺の傘だけどな。ちょっと、俺が持ってきたんだよ。濡れたいんだ。もういい、もう、はい。俺の傘。早く行け、お前濡れるから、お前近いから。はい、ブー、ちゃっちゃと歩け、お前早く。お金くれるんだから俺やっぱ会う価値あるな。リスク抱えてね。本当言われたんだよ俺。10万ぐらいあげるからって。言ったや、20万でもいいって言ったぞお前。言ってないよ絶対。本当にこいつ何なの。言ったこと忘れてんの。怖い。もう何でもゼロワンみたいなジャンル的には。うん、あ、ごめんなさい。そんなこと言ったっけ。まあいいよ、もうそれ気が変わったならいいけど。俺本当に言われたんだよ。銀行で何する。いや、お金いくらでもパチンコ負けたって言ったら、うん、お金あげるから会ってほしいって言われたから、うん、多分お金下ろしてくれてる。でくれるの多分。いくら分かんない。なんだろこれ。だから元彼になんでパチンコで負けたからってお金をあげるの。それだからホス教だから、うん、もう貢ぎ癖があるんだよ。あ、そうそう。
それでもバカなの？それでも会いたいっていう。バカなんだ。俺普通にもらうよ。まだ？もらうの？もらうよ。今日パチンコ行ったの？でもあのパル待ってる間ね。あ、いくら負けた？まあ、1万ぐらい。1万負けた。どこ行く？1万負けて今元カノからお金をもらうの。だからそういう条件で。大花にドンチキやるやつ。そういう条件で合ってるからね。あ、彼女いたら普通は合わないじゃん。合わない。でクルちゃんに電話して放送つけるからという条件付きで合ってるから、うん、やばいね。うん、泣いてるしな。逆になんで泣いてるの？あのね、分かんないけど、逆に俺彼女いて、うん、ブーちゃんに優しくすることできないんだよ。うん、こういう突き放し方しかできないわけ。あ、うん、それ多分クルちゃん見てるから、うん、そういう部分で納得してもらわないと、うん、これ何のために合ってるのってなっちゃうからね。あ、お金をもらいに来たんだ。じゃあまあだから利用価値があって合ってるっていう。でも電話したのはゼロワンなんだ。あの、やっちょとキスしたり。ああ、でも別れてるから別にいい、パルにね、いいんじゃないの、そのキスとか。だけど、うん、リスナーさんもすごい心配してるし、で俺が教えたかったのは、せっかく頑張ってね、放送を、でも崩れるのは一瞬だよっていう電話の内容だったわけよ。で、今下ろしてきたの？いくら？あげるの？今あげないんだよ、あげんだったら。そんなこと言ってないもん、絶対。うわ、言った。そんなに偽物は捨てて言わんやろ。あ、嘘つき。あ、でも言ったかもしれん。やろう。なんか殴られたもん。うん、練習してるから。詳しい。歯もかけて。歯もかけて。どうすん、あげんだったら今あげなよ。いくらあげるの？1万負けたんだよ。1万でいいんじゃないの？俺はもう10万でも20万でも欲しい。くれるんだったら。あげてないんだ。おい、パルに抱きついてるけど。抱きついてないよ。抱きついてないよ。今持たれてたじゃん。持たれてる。持たれてるも抱きついてるも一緒だわ。持たれてるも抱きついてるも一緒だわ。4日かかってるだけ。4日かかってるも抱きついてるも一緒だわ。もらうなよ。え、ダメなの？もらったら。もらったらでも叩かれんじゃない。いや、叩かれてもいいよ。いいの？うん。いや、もらえるもん、もらうよ。だってなんであげるの？俺にとってお前ってそういう。ああ、じゃああげなきゃいいじゃん。今もう、そ、何、普通に戻ったでしょ。もうあげる気ないでしょ。あげる気ないでしょ。考えてる、考えてる。あげる気ないの？じゃあいいじゃん。まあ、じゃあいいよ。それはもうしょうがない。それはそれで、うん、くれるって言ったらもらえるけど。うん、あげるね。なんで要求されたんですか？何？なんでお金くれた？だから、お前が聞け。機嫌悪いって言うから、スラッとしとったよ。うん、でお金が負けてて機嫌悪いって言ったら私があげるよって言ったんだよ。で俺が10万でも20万でもいいよって言うから、じゃあ俺クルちゃんに電話して会おうかなと思って。お金目的なんだよ。お金目的とお前が放送やめるっつってたから、そんなのはね、ちょっとリスナーさんに謝罪すればやめなくてもいいよってことね。分かった？うん。